こん,ばんはえっ、ー、と今日はちょっと執筆活動中でボロボロなので <laughs> 顔出しできませんごめんなさいでちょっと本の話をしようかなと思っていこいつ本当に本書いてるんかいって思われてたらどうしようっていう不安に駆られましてちゃんと書いてます <laughs> まあこれあの題名を決めたところで パソコン持ち込んでね今一生懸命書き始めたんですけどまあすごいいろんな変化があるんでちょっとそれをお話ししようかなと思って動画を撮りますえー、まあ今の機能すごくいいんですよね私のタッチパネルなんであのー、これ指で操作できるんですよ本当に便利で あ,のあ答え見ちゃった <laughs> あのすごい便利であのこんなに高機能なのかっていうぐらいあのパソコンが良くなってますね。でこのパソコンの,あの機能もさながら LINE の,あの音声入力。 の機能がすごすぎてちょっと感動してます LINE って皆さんあの手,手打ちするじゃないですかそこの下の方に iPhone とかだとマイクマークついてるんですよ多分 Android もついてるんじゃないかと思うんですよねでマイクを押して喋ると喋ったものがほぼ正確に全部入力されるんですね すごいですよね。でそれで私喋って LINE に言葉を全部落としてそれをあのパソコンに落としてさらにねでそこからあの持ってきてるんですねだから原稿を書くのに喋ったことが原稿になっていくんですどん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 ,どんありがたいですよねどれほどこう執筆活動を短縮されるのかな時間があって 思います、ねまあもうすでに2週間ぐらいうだ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 どうしようどうしようどうしようって思いながら考えててやっと昨日かな決まったんですね全てが。えー、王の時代ののの中に書くものが決まりまりしたで書けば書くほどページ数が進んでしまうというかいやこんなに書くことあったんだっていうぐらいたくさん中身があるので。 とっても一冊でその皆さんにお教えできるものではないなと思いとりあえず今回10巻続けて出す予定でいます今回はもう本当王の時代その時代、えー、と宇宙とは何か、えー、とワイオリオン理論これあの王の時代を考えた、えー、と小笠原先生はワイオ理論と呼んでいますワイオリオンの中の王の時代で 王王ののの時代とという字、ちょっと本の中にね、あの幼いさんの本の中に書いてあって感動したんですがで王という字は王様の王の上に白が乗っかってるじゃないですか。これにすごい意味があって王様っていうのはその時代のトップの人だったんですね。 だからその時代に一番頂点に君臨した人。まあ一番その時代の頂点は宗教、宗教だとは書いてあったんですけど、まあ一応王様、ね。宗教家。まあそれら王様ですね。で、王様の上に白が乗ることによって新しい時代がやってくる。なんか怪しい表現しましたすいません。<laughs> 本読んでくださいって言いたいところですが、いやじゃ先にばらしてしまいます。私の本にも書きました。えっ、ー、と、王というのは、 意意味味とととして黒とかか、えっと、裏切りとかいう意味があるんですねもうちょっと怖か詳しいのは本読んでください。で「白」っていうのは潔白であるとか公明正大であるとか、まあ、公平であるとかねいう意味があります王様の上にその白を乗せてこれを王と呼んだ。 笠原先生のセンス素晴らしいですね。本当にこの方天才だなって思います。王の時代をね見せてあげたかったですね。まあ仕方がないです。それは役割があってあの方は次の時代へね行かれたので。で本を書きながら思うのは本当に実際に神様降りてくるんですよ。で降りてきて まあ皆様にとってはた迷惑なことに、まあ、特に私の近い人からなんですが、まあ、世の中連動してんじゃないかとも全体かなと思うんですけど起こるんですよいろんなことが3日前から集中して書き始めて今50ページ60ページ書いてるんですが何て言うのかな「祖」が出るんですね王の話を書いてるんで「祖」が出るんですね。<laughs> 王の時代に行こうとするならばその時代の抱え込んだものを全部を出さないといけないんですよだから曽のことが出るんですよでどなたもこなたも LINE やなんかいろんなもので SOS というか書いてきたことがあのさそれ曽が出てんじゃないかお前たちっていう内容なんですよね だから本人たち別に何も考えてなくてあのそういうことを私に質問してきてるんでしょうけど私は何人も何人もの人から LINE が来るから傾向が見えるわけですよ。でそこで「ああ今この人たちこんなふうに悩んでるな」ってなんでここ急に2日ほどこんなことが起きたかなって昨日思ったら「ああ私王の時代の本書いてるじゃん集中して」っていうのと連動したんですよね。で登れるなお前っていう人は多分この動画見てないと思うのでいいんですけど。 うぬぼれというよりもあの自分がどんな存在かっていうのはその全ての人ですよ。私だけじゃなくてね。つながってるんですね。うん、世界中の全てがつながっていてユングの理論かな。潜在意識でつながっている。これは魂の記憶大きな大元の魂の記憶がつながってるわけですよ。 だから、1人が何か大きなエネルギーを動かすと、全体にそれが余波がいくんです。だから、確かにコロナ増えてますけど、ここ何日か、ちょっと世界、おとなしくありません大きな事件、事故、デマ、デマデデ、デモ、暴動、ちょっと聞こえてこないですよね。今、王の時代を書いているからというのもあると思います。穏やかになっていくんですね。 ただ今晩からそう書き出しますその時代を書くのでどうかなもしかするとちょっと荒れるかもしれませんね。ただこれダラダラ書くとダラ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 世の中に影響を与える可能性ゼロじゃないので一気に書こうと思ってます。 今週中に何とか全てを書き上げて来週は全て見直してえっ、ー、とダメだなと思うとこチェックして書き直して8月7月の終わりには書き上げて8月にはなんとか出版できたらなって思いますまあ一応本の価格は1500円プラス消費税で今回3000部印刷するためにちょっと私はお金用意をしているので転、えー、売屋さんが聞きつけなければ 皆さんかなりの人に1650円で手渡ると思います。1650円プラス送料、アマゾンや,いやあと楽天ではそこにプラス手数料を載せて販売させてもらいます。私はね。他の、まあアマゾンさんやなんかはね、違うでしょうけどね、本体は、まあね、自分とこの手数料いらないわけだから、羨ましい。あ、違う。<laughs> 嘘嘘嘘嘘,嘘 <laughs> まあ、こんなこと入れちゃいけないね。 まあ自分ができることをししますそそれでいいいいよっててうう人はそうしてくださいで今あのちょっと考えてるのは少し高めにちょっと販売する結果になるのでメッセージつけようかなと思ってます。春のな律子直筆のハガキに、えー、何かをつけてその方たちには個別に買った人を投資してその人に必要な言葉をメッセージとしてつけようかな思ます。 でちょっと思ってちょと思ますうちちょっとクリエイターさんがいましてあのお嬢が描く絵が私大好きなんですねで何枚かちょっと猫の絵なんですが描いてくれたのでそれをはがきに印刷して表面にメッセージ書いてまあそれに価値があるかどうか私には分からないんですが、まあ、もらった人がねほっこりできるような何かを「まあ、猫嫌いな人困るけどね」 まあそこは許されようと思ってます。まあ、それにいくば部かの価値を感じていただけたら嬉しいです。そうですね人様の本まあ今ね幼いんの本を売らせていただいてますけどやっぱり自由ではないですよね。自分で書いた本だったらどんなことでもできるけど人様のねあの乱暴なことはできないのでそこはやっぱ自由に自分のものはさせてもらおうかなって思ってます。で ちょっとね高値で売ると出版社に文句言われるんですがこれ難しくってね2200円で売って1万円で売るんですよ転売屋さんがねだからまあここはこちらの事情なんでごめんなさいえっ、ー、と少々値段があの違う場合がありますで あとそうですね王の時代、まあ、一応これで今のところ王の時代が始まりその時代からの移行期に起こる変化よりっていう副題にしようかなって今思ってるんですけど「その時代から」という言葉が入ってることがちょっと嫌かなと思ってみたり「まあ、帯はどうするんだ」って言われて何にしようかなって今思って、まあ、ちょっと上からね降りてきたのはあまりにも調子に乗ってるんで。 いや今私の婚職だからその要はね王の時代を広めて幸せの三原則、まあ、幸せを広める活動、ね、その悲しみ苦しみ、えー、と不幸を終わらせるプロジェクトを発動みたいな内容だったからちょっとそんなでかいこと書くんじゃないよってひそかに思ってますもうちょっと質素にいきたいかなただまあね書きながら いろんなことが出てきてき例えばあの英語にしようとした時に「ちょっと待って」って日本のことばっかり書いてるぞって思うわけですよ。これは日本のことでしかないなぁと思ってみたりいや海外のこともうちょっと入れてみようかなとかやっぱり全世界の人に伝えようとするならばこの書き方だとちょっとあの仏教的というかねえあの。 イスラムの方とかあのキリスト教の方とかやっぱりね不快な思いをさせたくないっていう気持ちすごくあるので神様っていうと全て共通のね自分の神になってしまいますからそこ,そこも気をつけてます。まあたまに神様出てしまいますけどねまあそれが必要だから出ますけどなるべくその宇宙のプログラムという宇宙の意思プログラムの変化という形でね 書いていいててきたいなと思ってますあとなぜ私たちは不幸を繰り返すのかっていうのと私たちはなぜ不幸を体験しなきゃならなかったのかここはしっかり書いてます。だから、えー、自分を責める人とか自分のトラウマねとか持ってる人たちに分かってほしいのはそのトラウマになった出来事はあなたを苦しめるためにプログラムとして 実行されただけなんですとということが分かってほしいですだからああ私はそのプログラム通りに動いただけだったんだとだから自分の能力とか自分の命その自分の命全てですよねそのを否定されたんじゃないということを一番分かってほしいなと思ってますだから悲しいことがあって自分が あの幸せになったらいけないんだっていう方まだ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 たくさんいらっしゃいますこの方たちに言いたいのはあなたが幸せになっちゃいけないのではなく幸せにはなってはいけないというプログラムが仕込まれてあなたはそれをそう感じてしまったんだってことですねで私ちょっと今あることに気づいたんですよちょっと個人的なことで大変申し訳ないんですがあちょっと13分になってしまった これはまた明日かなまたね。